ただいまご紹介いただきました主経営と申します。私としても静岡での交流のストーリーに来るというのを楽しみにしてまいりました。一つの理由は、私自身は中国浙江省出身で、静岡と姉妹関係になっているということと、実は私のふるさと浙江省ですね、ここ静岡ですね、夫婦とも出産物いろいろ非常に似ていること、またここ静岡にも多くの友人がいてですね、写真を持って今回ここに参りました。で、一方日中関係に関しては現在多くの問題を抱え、各新聞テレビで中国というニュースが出ない日はもうないぐらいになってますけれども、しかし目かきマイナスの報道が多いですね。常識的に考えれば日本と中国はここまで関係が大きくなった、中国への投資経済交流もここまで伸びた、それがほとんど悪いことであれば中国は大混乱し、中国人もみんな日本を騙しているということであれば、このような交流の発展大きくなるということもなかったのではないかと思います。今日の私の話ですね、一中国出身の研究者として、なるべく中国のことをですね、その中国的な発想で、あるいは中国自身もなかなか言いにくいですけれども、その複雑な心理置かれた立場ということをですね、合わせて説明して、この中国をどう理解すればいいのか、どう付き合っていけばいいのかということをですね、ざくばらんに健康感してまいりたいと思います。まず、小1時間、私の方からお話をさせていただいて、その後、どんな質問でも結構ですが、質問いただいて、また交流を深めていければと思います。早速講演の方に入りたいと思いますが、今回はですね、この東アジア情勢、主にその中における中国の国内および外交面ですね、その動きということをまず説明いたします。そしてこのような中国と日本との関係はどうなっているのか、これから中国とどう付き合っていく、向き合っていくかということを後半の方で私なりに提案したいと思います。中国をどう見るのか、それは常に一つの課題であります。確かに先ほど裏でですね、座ってて渥美会長のお話聞きましたら、やはりこの大きい中国との付き合いというですね、その理解が何よりも大事だということを おっしゃったというのをですね、聞いて本当にそう思います。中国を日本と同じように一つの国、共通の国内ではもうほぼあるところが分かれば他のところも推測できるような国と考えるように、中国は一つの世界、一つの文明と考えればいいんじゃないかなと思います。世界とはその中に進んでいるところもあれば遅れているところ、その世界の中で当然自己矛盾するものがたくさんあります。一つ文明といえば、中国は中国なりの自分の一種の自己完結された論、この発想というものがあるんですね。そういうようなことをですね、どう理解し、どう付き合っていくのかというのは、諸外国の永遠なる課題でありますけれども、これまで中国は鎖国、あるいは外国とほとんど交流がなかった時代では、中国自身が一つの文明、一つの世界であっても、インドは中国と同じですが、
その存在は日本に外部世界にあまり限らなかったんです。しかしこの中国は今世界に躍り出てきました。経済、政治、外交、内事、内事安全保障面ですね。そうするとこの中国の理解より一層重要になってきたと思います。で、私は冒頭の第一の部分ですね、中国の理解について、まず中国の大きな流れを理解する、次今の中国の国土問題を見る上でその戦略、長期戦略を理解する、第三中国の置かれた立場、そしてこの中国の指導者、中国のオピニオンリーダーたちの考える自国の発展の道という心理的な部分、この3つの部分から中国の行方を考えてみたいと思います。まずこの中国の大きな流れですね。1820年頃に、その当時の全世界 GDP における中国の割合、それを研究する欧米と中国との共同チームがあります。その研究結果によれば、1820年頃に全世界の GDP に占める中国の役割、この割合がですね、およそ3割だったんです。 30% 今の世界におけるアメリカの存在に近いです。しかしそれ以降中国はずっと下り坂をたどったんですね。今まで中国は自分がたどり坂をたどっててですね、国が落ち込むれなったということをですね、それは列強の責任が主だというような見方が一般的だったんですけれども、ここ10年20年中国の中で歴史についても活発な議論が出てきて、客観的に見れば中国自身にも多くの問題があったんではないかという見方が出ています。一つは中国という東洋の中でですね、この小農経済、みんな零細農業を中心としたこの国のですね、構造です。それが欧米産業革命以降グローバリゼーションの時代に追いつかなくなって、適用できなくなって、この中国自身の構造的な問題によって時代に遅れて、そして近代の中で、叩かれる存在になった、そういう一面があるのではないかという指摘が今中国の中で出ています。そして近代化をかける中で日本はいち早く欧米の文明ということですね、それはこれからの世界を代表するものだとして、いち早くたくさん利用して欧米の近代化の方法を取り入れたわけですね。もちろんそれによって列強と同じような帝国主義的な軍国主義的な方に走るというような一面もありました。しかし東アジアの中で一番早く近代化を成し遂げ、そしてただ日本自身がすでに欧米化したのではなく、欧米にいいものを取り入れ、日本が持っている東洋のいいものと結びつけて、アジアの中でこの西洋のアジア化を一番成し遂げた国になったと思います。まあ、それが戦後この廃墟の上でも日本はまた早く発展して、第二の経済大国、アメリカについてですね、世界的な経済大国になり、この東洋の東アジアの発展を再びリードする存在になったんですね。それは日本国民の勤勉さ、
産業政策などとともに、この西洋東洋を結びつけたという部分が日本の強みだったのかなと思います。しかしこの中国は古代文明から完結されたいいものではあるんですけれども、近代化の潮流にはなかなか適応せず、試行錯誤を100年以上やってきました。で、その中でようやく東照英時代になって改革開放政策をやって、今の中国は日本と同じように西洋と東洋の結合、その中で自分の進路を考える時代だったんですね。2002年、中国は WTO に加盟し、それによって今の世界の国際システムの中で発展していくという道を選んだと言えます。これから中国は独自に今の世界のシステム、国際社会から外れて独自に何かをやることはもはや不可能です。政治的にも経済的にも。この方向が見えるとともに言えることは、一旦中国のこの世界と融合しているという方向の中でですね、中国がこの発展の道を見つかったら、再びこの中国の持っている潜在力が出てきて、外部で考えられないような勢いで伸びてきたんですね。中国の GDP は1990年は日本8分の1取るに至らない存在だったんです。しかしそれが2000年には日本4分の1、2010年には日本を GDP 総額では日本を超えたわけですね。中国はここまで経済的に、世界の影響的にここまで大きくなったということは、おそらく日本、中国、アメリカも誰も予想してなかったと思うんですね。日本のマスコミはもちろん、実は経済の専門家も毎年、中国経済はこれから大変よ、崩壊する、大混乱するというのが気象で、それをいろいろこういうふうに言っているうち、中国が世界に経済大国になり、アメリカについて今世界で最も外国からの資本技術を取り入れる外資投入国にもなって、世界経済の中に溶け込んだ国になったんですね。まあそこで見ればこの中国ですね、今後の大きな流れ、いろんな問題を抱えながらも中国をこれからさらに成長していく、世界の中で影響力を拡大していくという姿勢は変わらないと思います。それは中国の大きいこの国力とともに、やはり東洋の日本と中国、朝鮮半島を共有する東洋文明、そのものが一旦オープンになり、西洋文明と結びつけてやると、1足す1が3、4というような相乗効果になって出てきたんです。この大きな流れというとですね、私は、まあ、今後も続くんじゃないかなということをまず一つ指摘しておきたいと思います。しかし中国はこのような流れをですね、作るのにそれは容易ではなかった道のりがあります。毛沢東時代は常に政治の革命をやるんですね。しかし鄧小平さんになって、彼は第二の革命、経済革命をやりました。中国では鄧小平の経済革命を簡単に改革と解放という二連で表現します。改革とは自己改革、中国国内の経済発展を妨げる行為だから何でも変えていい、イデオロギーにとらわれないという発想です。日本から見れば今の中国は共産党の国
ですから、異様な国の国で、いろんな違う発想ということを許さないというような一般的な理解なんですけれども、中国の共産主義というのは、それは最初から東洋型の社会主義であって、まず最初にスターリン時代に、このスターリン、ソ連が自分の革命のやり方を中国でやれということを押し付けて、いずれも失敗したんです。それに対して毛沢東は、ソ連型の共産主義を修正して、中国革命を成功させたんです。簡単に言いますと、ソ連革命というのは都市が中心、中国は農村が中心、ソ連革命というのは産業労働者を支持基盤とする、中国の革命は農民、この圧倒的に9割以上を占める農家、農民を自分の支持基盤とする。で、ソ連は医療技術、中国は実技、経済発展重視、この違いがあるんですね。その違いのもとで、鄧小平さんが今度中国の次の発展の道についていくつか名言を残しています。多くの方はご存知だと思いますけれども、鄧小平さんが言う名言の一つは、白猫でも黒猫でもネズミを捕まえられる猫はいい猫、つまり経済発展につながれば社会主義的なものでも資本主義的なものでも何でも導入していくという発想です。決して医療の意味でこれは取り入れちゃいけないというようなことはないんです。そしてそれまでの中国のイデオロギーは文化大学で経験して相当硬い補充的なもの、それに対し鄧小平さんはイデオロギーで高めにしよう、我々はいいものを取れる時にですね、それの実験をやる、それをまず最初にいいかどうかという決め付けはしないというような発想で、中国は世界各国のものを取り入れてですね、それを各地でまず実験をやって、一部の地域から徐々に拡大していくという方法論を取りました。その結果、わずか30年で中国はかなり変わりましたけれども、しかし、今の中国に格差が激しい。中国の中に少数民族の問題、汚職腐敗の問題などがあると思われる方も当然多いし、私もそう思います。現象として見れば、今の中国の発展段階は日本などの工業先進国の社会に比べれば、まだまだ正直言って質がまだ低いし、国内矛盾が山積していると言えます。ただこれを静かに正義的に見るか、動態的に見るか、これによって結果が違ってきます。政治的に現在の中国を先進国の日本、ヨーロッパと比べればそれ問題だらけという結果になります。しかし動態的に見れば、中国の30年は常に発展的解消という発想で、まず経済発展し、その中でいろいろ問題を解決していくという道をたどってきましたし、30年前に比べればもう革命的な変化になり、そして中国は同じこのような発展的解消の発想で今後いろんな問題に取り組んでいくと、この点を理解する必要があります。1の2の部分で見れば、1979年12月大平正芳首相が訪中した時に、中国はこの鄧小平時代に入ったばかりで2人のトップ会談を行われました。大平総理から鄧小平さんに対し、お国はこれから経済重視の路線を取られる、それは大変喜ばしいことだ。ではお聞きしたいのは、中国はこれからどのような長期計画を持って将来経済発展の方向を考える
いうような質問を受ける投資を計算その場で1分間以上考え込んでから我が国はまず2000年まで一人当たりの所得を1000ドルまで引き上げ経済規模の4倍増を実現しようと考えている答えました。実は文化大学で混乱を経て鄧小平さんが実権を握って中国の改革開放制度を決めたんですけれども、経済重視という方針を決めたんですけれども、戦略は変えていなかったんです。鄧小平さんはその後何度も言ってるんですけれども、我々の長期戦略決めるきっかけは大平さんのこの質問だと。で、大平さんと鄧小平さんとの会話ですね、やりとりは鄧小平文政の第2巻に収録されます。その話からヒントを得て中国は1980年頃から長期戦略を制定するに至り、3年経て中国はここに書いている3段階の発展戦略を制定することに至りました。第1段階、1980年から2000年までの20年、沿海を中心に発展させ GDP の4倍増を実現する。中国はそれまで全国的に貧困だったんです。私は70年代の末、農村に加工され、当時の中国人でいう一番欲しいもの、三種の神器という表現で言えば、一つは自転車、二番目は腕時計、三番目は女性として、嫁道具としてぜひ欲しい、ミシンでした。私は高校卒業したまで、家には親父、父だけ一つの腕時計を持ってました。父だけ通勤用の自転車を持ってました。当時5階建てのアパートの3階に住んでたんですが、5階に住む人のうち夕方になって自転車を必ず担いで、エレベーターがないんですが、担いで自宅の中に入れてました。なぜなら当時は経済所得が低く、もう家、この自転車を家にとって一大財産だったんです。一軒の家に一所帯に一台の自転車があればもういい方で、もう大半の家に自転車がないから、憧れのものとしても三種神器一つに自転車が入ってました。なんで家に入れないといけないのか、下にチェーンをかければいいのではないか。チェーンはかけてでも、当時の中国でこの自転車のベルを盗む人、ペダルをどこか外して持っている人、こういうような状況もあったんです。こういうところ全国的に貧困の段階からスタートするのにどうすればいいか。一方それまでの中国は平等というのをかなり徹底させていました。中国各地の収入は同じ、男女の収入も所得も同じ、職種の違いをつけちゃいけないというのは毛沢東自動時代の理想だったんです。こちらが運転手さん、こちらがお医者さん、こちらが門番の受付、同じ会社であれば給料は同じというふうに義務付けられていました。でもこのような平等は平等であっても、働いても働かなくても給料同じというような時代では勤労意欲がなく発展につながらなかったんですね。でも平等の思想は当時の中国に根強くのことでした。でそこに熱を入れる鄧小平さんが言ったのは、このような貧しいままの平等は真の社会主義ではない、これは悪平等、まず傾斜方式で一部の地域で発展させる、そこから足腰を強くして次の段階で全国的に発展させていくと、このような準備が必要ではないか、以後大札とともにと同じ
これをあのバランスをとって、石を入れて必ず勝つということではありません。まずはどこが片隅を固めて、そこから広げていくというような方法が必要なんですね。そこで中国の2000年までの20年間方法論が先駆論、先豊かになれる地域、先豊かになれる個人から豊かになれるという方針で、沿海を中心に発展し、そして一部の商売に目立とう人たち、奨励してどんどんどうぞ受け負いをしなさい、会社を作りなさい、国が奨励する、まあ言ってみれば明治時代の日本ですね、同じようなこの産業奨励策をやったんですね。まあ経済の発展のベースはできましたけれども、一時的な現状として格差が広がりました。しかし1985年の時点で中国はすでに第2段階、第3段階の戦略を立てています。2000年から2020年までは沿海部を発展した上で、今度全国的に格差是正に取り組んでいくぞ、ここのスローガンは共同富裕論です。先に豊かになった地域と個人は遅れた地域と個人を助ける義務がある、それが今の中国の方針です。2003年から中国は農業をやる人の税金を一切廃止する、世界では普通は農業と工業を区別せずに、まあ、税金この課税制度を取るんですけど、中国は農業従事者、農業による収入というのは一切税金を取らないというような政策を2003年から始めます。2004年沿海部と内陸で縁組関係を作り、上海は雲南省、山東省は新疆、このような関係を持って沿海部は内陸をつけるというような縁組が作られます。2005年間チベットに関し、中国沿海19の地域がそれぞれ自分の GDP の 0.1% を毎年拠出してチベットを助ける。2009年からは新疆に関して同じ沿海地域ですね、今度のパーセンテージをちょっと高くして 0.4% ずつ拠出して新疆を助けるという方針が取られます。2008年四川大地震が起きました。この大地震の死者、行方不明者10万人近く、その地域を受けるし被害というのはもう比喩すごく大きいものだったんですね。そこは基本的にはこのユーラシアプレートの下にインドプレートがその下に入ってもう押し上げていくので、まあこの数万年の間にシマラヤ山脈チベット高原を作ったこの地球の運動今でも続いているんです。その先端が四川省、そして今回の地震が起きたところです。この大被害が起きた時、10万人の死者と行方不明者に対し数十万人の重症軽症者だったんですね。で、各地からボランティアが約200万人ぐらい現地に支援する、それとともに現地重症者さばける、その時に共同富裕論だ、その理念のもとで中国の各地方からそれぞれ特別列車を出して新鮮まで行って、それぞれ1000人1200人600人のこのような重症者を列車に乗せて自分の地域に連れて帰ってそこの病院で治療するという方針がありました。そして次に現地の復興に対し国やいろんな寄付などの支援以外、現地の一つの県、中国の県は日本の市町村レベルです、一つの県に対し沿海部一つ省が助けるということを中央政府のアレンジのもとで決めて、その実施
政策が取られます。現地の市町村に対し宴会の豊かになった一つの日本でいう都道府県が支援することがあると、正直言って宴会の地域にとってはそれほど痛く感じない。でそこが支援することで現地の一つの市町村はもう立派に再建ができたわけです。宴会もまた各地方が競争し合って、ただの支援支援ではなく、いろいろ人的な支援、そして、まあ、現地が持続可能な発展ができるように、企業、商業、そういうところに移転する、そのようなことで、3年後、今年になる、去年ですね、私は現地に行ったんですけれども、現地の人がつくづくと言ってくれた、我々は今回、地震によって、一気に周辺地域に行く。地域に比べると20年逆のことでした。せっかく作った建物も全部なくなったからです。しかしこの3年の再建によって我々は周辺の地域より20年先に行くことになった。このような宴会内部とのですね、格差是正、共同富裕への取り組みが今急ピッチに行われています。今年の10月に中国の首脳人事が交代します。で、温家宝総理も来年3月で辞めるんですが、で彼はもうすでに去年公約しているのは、中国は今年末まで史上初めて全中国人をカバーする医療保険制度を立ち上げる。今まで全中国で全国民がこのような医療保険ですね、それを共有するということがなかったんです。でそれを今年中に全部実現する。もちろんそれが先進国に指摘できるような都市型の医療保険制度と、まず農村から初歩的にやって、徐々にですね先進型の医療保険制度への移行期は10年ぐらいで、8年ぐらい、2020年までですね、持つんですけれども、しかし、この共同富裕のもとで、中国内陸部の人を含めて、初めて全国民が医療保険を受けるということで、この今の変化です、まさに第2弾。そしてその上で、2020年から2050年にかけて、先進国に全面的に追い上げていく。世界的な先進国になると、これが鄧小平さんが決めた目標で、今、着々と一歩一歩、これを守ってやっているんです。胡錦涛さんが去年、これからの指導者へのメッセージとして一つ残したことがあります。我々のこの2、30年で得た最大の経験と教訓は、バタバタの政策を変えるなということ。鄧小平さんが決めた方針、我々はずっと長期政策を守っている。もちろんその中で微修正ができます。しかしじっと同じ方向でやっていけば、もう積み重ねで結果が出てきます。まあその点に関して言えば、日本は先進国の段階に入り、今まで60年代戦後も日本はこの長期発展戦略があってですね、やってきたんですが、90年代以降の転換期、この転換を今でも成功してないんですね。その結果、その中で市場が変わるために新しい方針が出て、前任者の方針を否定する。で、与党が変わるとなおさらいろいろ変わる。でも結果的に言えば、今の民主党が最近いろいろ税制改革の法案を見ると、自民党の案を、ほとんど丸呑みするということで見れば、本当は似たようなことが多いですが、でもどこかあえてあなたとは違うかというようなことを強調し、そういうことをやっている中で、せっかく日本を持っている技術力、国民の蓄積、経済力というのが、こういうのが政権を変わるために、変わる中で、この
まうというようなこともですね、あるのかもしれないですけれども、まあ、そこで言えば、今年の末ですね、中国人事ということも、次の習近平を中心としてやっていくということが決まり、そしてどうも今回の党規約の改正では、中国はまだ一党独裁のようですけれども、底辺で民主化とともに、最高指導者の任期は今はすでに江沢民時代から守られてはいるんですけれども、これから法律の形で、法の規約の形で、最高指導者1期5年、最長2期までということが、今年秋の党大会で明文化されるという話を、この全体的にですね、人事は変えに長期的な方針戦略というのを守っていくというのが今の中国にいる上での相手の中国ですね、戦略の発想を理解することが大事であります。第三、しかし今の中国はもう問題ない、いや外部で報道される問題、企業に中国指導者が中国は多くの問題抱えていると分かれている。たくさんの中国、今の中国の問題で言えば、一つは環境、破壊と環境汚染です。この2、30年、どんどん発展してきた、いい面もあれば、環境を犠牲にしてきた、今、つけが回ってきています。もう環境、大気汚染、ないし、この食料品に対しても、みんな不信感。北京の伊藤洋華堂などですね、中国の中産階級以上は多少値段が高くても日本のスーパー買い、なぜならそこのものはですね、この汚染が少ない、ないというところが安心感がある、そのような今一般的な認識があるんですね。環境問題以外に中国ですね、その資源出てくるんですが、普通一般的に外部から見れば中国はエネルギーが、まあ、不足だから海外に拡張していろんなところエネルギーを石油やいろんなものを天然ガスを取ってくるんだよ、だから東シナ海、南シナ海で一生懸命何かを拡張しようとしてるんだという見方があるんですけど、それは違います。中国は実はこのエネルギーの資源に関してはそれほど緊迫性が拡張する、その理由はないんです。中国の今の石油消費量は日本の2倍、しかし忘れてはならないことは、中国は世界の5番目の産油国、半分以上は自分で賄うんです。中国の天然ガスの貯蔵量世界の3位、これから開発するにはまだまだ最大限あります。そして中国のエネルギー構造のうち7割近くの石炭を使います。それによって大気汚染をもたらす問題があるんですけれども、中国は世界最大の石炭の、資源ある国です。それに比べれば中国一番今不足する資源、日本人にとって何とも思わない水です。中国の洋装流域はまあまあ水があるんですけれども、長江流域はもう工業的な水不足、中国全体のこの一人当たりの水所有量です、ね、世界平均で言えば世界平均の2分の1、一方黄河流域は世界平均の8分の1以下、一人当たりで見ると黄河流域の3億から4億人の住んでいるところの水の不足の量です。イスラエルと同じです。砂漠の中の国と同じです。一方、経済発展でまた汚染を出し、多くの水が流れてるのは飲んじゃいけないというような状況です。事例があります。まあ、私はこれからですね、特に中国のこの水、資源において日本から協力し、また互いにビジネスとしてウィンウィン関係ができる分野としてですね、その可能性があるかなと思います。それとともに
齢化の件、少子高齢化、さらにモラル、中国伝統的な儒教儒学思想で国をまとめてきました。共産党政権になって共産主義を持って中国をまとめてきたんですけれど、今の中国ではもはや共産主義ということで国民をまとめることができません。しかしこれにとって変わるものはない。それが今の中国の中の多くのモラルの低下、汚職腐敗、そういうところをですね、もたらす背景にもなっていると思いますが、私は今年の国交正常化20周年を機にですね、日本、中国、朝鮮半島ですね、我々は東洋文明の再発見を持って、日中韓国、新しい価値観、共通したものを再発見し、一緒に作っていくということができる。それが結果的に日本の多くのいいものを中国に伝わる。また中国の中で新しいこの価値観の構築にもつながると思いますが、こういうような問題がいっぱいあるんですね。ただそういう中で中国共産党がこれから例えば崩壊するではないか、それは私はないと思います。今の中国は意外とこの経済発展の上で国民の権利意識というのはもう抑えることができないことが分かって、憲法政治の中で取り入れています。今の中国の村レベルでは全て直接選挙が導入されています。その上の公人レベルは今一部地域で直接選挙の実験が行われています。そして共産党の内部も民主政府、いろんな公開化すると情報の公開などですね、そういうところの取り組みも始まっています。中国の政治の上で日本では新聞では中国のどこどこの誰が捕まったという報道があります。それは事実です。しかしこれが中国を代表することかどうかは別です。おそらく日本で報道されるこの例によって、この例があるからだから中国は全部こうだと思うと、それは違います。私はこれを一種のモグラたちのゲームと例えれば分かりやすいと思うんですが、普通のモグラたちのゲームというのは一匹のモグラが頭に出てくると骨折してポンと払うということですね。中国のモグラたちのゲームというのは骨折は1本ですけれど、モグラは同時に20匹一斉に頭に出るんです。叩かれる一匹だけです。しかし今の日本の報道は一匹叩かれるところだけ報道しかないんです。他にもう当局もカバーしきれないところでどんどんとみんな自己主張してるんですね。権利意識を持って労働条件の改善、いろんなところの政策決定の透明化、農村部ですね、役員が勝手にいろんなことをやったらですね、そこへの反対、そのようなことは今の中国で法律的に今、多くでですね、国民がみんな、デモやいろんな抗議行動をですね、認められてないように、報道されるんです。しかし実質的に今の中国で年間10万件ぐらい抗議行動があり、大半政府が認めてるんです。去年の末に雲南から上海空港に着いて、そこで荷物を待ってるという、ピックアップを待ってるところで、その方で騒いでるなと、なんで急いで外に出てきたら、上海は今、立派な本社を、西橋ターミナルが作られ、そこに空港と高速鉄道なども中心したわけですね。しかし、それができることによって、周辺の住民は排気ガスの問題、騒音の問題で政府の取り組みが足りないということで抗議行動であります。前はネットで読んだんですけれども、今度はこのターミナルのこの空港でですね、その出たところを施設の中でですね、数十人の住民がマイクを持って上海市長出てこい、ね、こういうことを早く解決せよというようなことをですね、やってるんです。
察はすると20メーターぐらい、あの横のところですね、ただこう手を組んで、見てるんです。で、私は警察のところに行って、で、彼らはこれをやって、警察何も干渉しないの。まあ、今実は事前あの子了解ですね。週末は土曜日と日曜日は彼らはここでやっていると我々は干渉しない。その代わり月曜か金曜日まではやらない。で、こういう暗黙の了解の中で、こういう抗議行動というのは今事実上公認化されているわけです。このような中国の権威主義の台頭によってですね、また中国の収入の面でと意識の面で自分は社会の中国ガラスに属するというアンケート調査、中国約4億人が以上が自分は社会の中国ガラスに属すると答えています。こういう人たちがさらに拡大していてですね、私は2020年頃国政レベルでも人民代表、いわゆる国会議員ですね、その直接選挙ということもあり得るんだ。今年来年の習近平の登場によって地方の直接選挙がさらに拡大されているということはもう避けられない。それは共産党が何か地域でやってるのではない。経済発展一旦始まったらもう当局は国民のこの権威主義、自己主張を抑えることができない。それが順応していく以外ない。このような新しい流れの中にもプログラムされる共産党もそれに順応していかなければいけない、私は思います。こういう中でですね、外国は中国は今もう拡張しているんじゃないかという見方ですけれども、しかし実際にはもう中国経済こんな問題を抱え、私は一種のですね、この積み木を重ねて今の中国経済積み木を重ねて作っているような状況で、今の中国で対外拡張あるいは外国からですね制裁を受ける、この積み木で利用銀行で重ねてきた経済一気に崩壊する恐れがあります。今の中国経済実質的にまだ牽引しているのは大変の手術なんです。先進国は中国は決してある、みんな制裁がもう中国崩壊します。まあ、そういう意味でも中国はやはり経済発展を最優先にしていかざるを得ない、この大きな流れを我々に見る必要があるようです。2002年の党大会で中国は2020年までを経済建設に没頭する戦略的にチャンスと決意します。その間に直接対中国の侵略戦争がない限り経済優先路線を変えてはならないという共産党中央委員会の決意が出されます。私はいろいろ今の中国急速の台頭で外と摩擦が結果的に起きているのは事実ですけれども、中国はこれから予見できる将来においてですね、対外拡張をする発想もないし、おそらくそのような実力、そしてこのような時代でもないと思います。大きい2番に書いて説明しますけれども、東アジアにですね、中国の台頭がどういう影響をもたらすか。非旧ソ連崩壊で東アジアは冷戦の終結する時代を迎えました。ただ東アジアに南北朝鮮の対立、台湾海峡などもこの冷戦の遺物の中のことですが、全般的にイデオロギー、体制の違いを超えた交流が始まり、現在 FTA、東アジア共同体などの話も進んでいますね。もはや共産主義国だから、社会主義国だから、共同体できないというような議論がもうないんです。しかし、2010年以降、この地域でさらに新しい要素を持って、第2ラウンドの勢力図の調整が始まっていると思います。一つは
言うまでなく今紹介した中年回答です。予想以上の速さスケールで回答してきたので、今の中国は周りのほぼ全ての国との経済貿易関係で1位を占めるようになったんです。日貿易、日本にとってすでにアメリカを超えて最大のパートナーです。日中が日本海外貿易の 22% 占める、日米が日本海外貿易 13% です。東南アジアに全ての国の第1位の貿易相手国は中国、韓国、北朝鮮、同じです。こういうようなところの急速に大きくなった中国にどう対応するか。第2のファクター、2008年のリーマンショックですね。先進国は軒並みかつての勢いをなくし、中国が台頭して他の国と台頭していれば互いに落ち着いた気持ちで冷静に対応できるんですけれども、先進国なのです、ね、その余力がなくなる、余計に中国の存在が大きくなる。その中でアメリカが2001年の 9.11 以降中東に目を向けてたのが、今余力が出てきて東アジアに入っていく、これも第3のファクターになります。そしてその中で今までの中国は内向きの状況だったのが、今経済発展の中で当然海に出てくる、海に出てくるとこの海の入れて経済水域 EZ の領有権の問題を巡ってまた高い摩擦が増えているわけですね。まあこの調整期で不安定な状況が今始まっていることのところですけれども、私は基本的にこれが新しい調整の一環ではあるんですけれども、このまま東シナ海、南シナ海で戦争などですね、大きな軍事的対抗になることはないと思います。なぜ、外部の原因もあります。東南アジアの国が今も中国、アメリカにとってはですね、中国最大の貿易相手国、アメリカの最大の債権国も中国、たまに来ても切れない経済的いろんな面の交流があると共に、中国自身理由で言えば、じゃあ尖閣の話、ね、それぞれ日本も中国の立場がありますが、中国は軍事的に尖閣、あるいは南シナ南沙諸島に軍事的に出てきて占領するという選択肢があると。私は、まあ、時間の関係でいちいち細かく言いませんけど、結論から言うとあり得ないと思います。なぜなら、第一、尖閣のところで互いに争ってはいるんですけれども、中国を軍事的に占領して軍事的利益が何もないことです。この誰も住めない島に軍事的に占領して結果的に戦うだけです。占領できるか、できないです。第二、中国が冒険的軍事的行動に出た瞬間、世界各国が中国に対して制裁を行い、さっき言ったように中国の経済を崩壊します。中国の経済の発展という何気ない要因によって大変に冒険ができない。第三、今の中国の一番恐れている外部ファクターはアメリカです。アメリカが対中包囲圏に本格的に取り組んだら中国は、今のアメリカは軍事費、全世界の軍事費の 50% 以上を占めて圧倒的な軍事力を持っているんです。中国はアメリカが対抗できるか、できません。こういう中で中国が軍事的に出るということは、アメリカがすぐこの地域全面的に入ってきて中国を封じ込める、これも中国の望まない方向だと思います。しかし一方、中国も結構なんか強い長いこと話を言ってるんだ、何か中国の漁業監視性なども出てきてるんだ、挑発してるんだという、まあ、今の中国は世論や社会の中で多様化する中でいろんな声、強硬な声が出てる、それも事実です。ただこういう中です、
ですね。はい、例えば性格のことですね。今回石原知事が東京都の主任ということを主張する。中国はこれに対して反応を解除されているんですね。なぜなら石原知事の狙いは主には外交というより日本国内政治で自分は日本の国益を守っているんだということを言って、日本政府、自民民主党政権にプレッシャーをかけ、夏以降考えられる予想されるいろんな政権政界の先へ向かって影響力を拡大する、そういう狙いがあるんではないかと中国では冷静に見ています。で、むしろ石原知事の方が会うと中国が今までのように我々も対抗するんだと言った瞬間、日本の中でナショナリズムは煽られるでしょう。この中国決断対抗しよう、これが乗るな、これが今の中国方針です。まあそういう中でですね、私はいろんな問題をですね、むしろ個々の対応よりも本質的に相手がどういうような状況にあり何を考えているかということを私は理解すべきだと思います。尖閣のことについて言えば、1978年鄧小平さんはもう我々が今の世代でこれを解決する知恵がない、次の世代に任せようという高めを言いました。つい最近まで日本は国内向けには領土問題を存在しない、これは我々固有領土であるということを言うんですけれども、外交的にはこの棚理論に同調してきました。具体的に言えば78年鄧小平さんが棚理論を日本で発表したときに、もう記者クラブで行ったときに日本の記者からみんな拍手で迎えられ、各新聞とも棚理論でいいと、日本政府は一言も反対をやってないんです。第二、皆さんもご存知のように今でも尖閣の島には日本政府の方針で何人とも上陸はさせないという方針、これも日中の暗黙の了解です。日本の実効支配を中国は黙認する、まあ問題は存在するという立場ですけれど、日本の実効支配現状は維持する、解決は将来任せる、ただ日本側もエスカレートはしない、だから島に残っていろんな施設を作らない、作ると中国の国内利益になるんですから対抗せざるを得ない、このようなところでやってきました。第3、1997年日中の漁業協定が結ばれ、尖閣の12海里の中については触れない、触れていないですけれども、12海里の外に関してはそこの漁業は日中の共同管理になります。その周辺のところで漁業で問題が起きるときは、すべてその漁業の所属、漁船の所属する国が管轄するということを明文化されています、日中の漁業協定ですから、今の中国の漁業監視船がその周辺に月に1回出てくるということは今までずっと出てきているんです。ただ最近どう中国が悪いということで、おお、これが出てきたというのが中国を挑発しているというふうになっているんですけど、97年の漁業協定でそこの問題は共同、それぞれ自分の国が自分の漁船を管轄するということが明文化されているんです。まあ私はやはりこのような棚理論に戻って将来任せる、それは日本にとっても決して悪くはないのではないかと思います。日本の今の現状維持のままでいくと、将来的にもし東アジアで共同体ができたら領土紛争というそういう事態、ウィットが下がる事業ではなくなります。 EU と同じ、あるいは関係さらに拡大する中でその問題そのものがさらにパーセンテージとして下がる、互いにナショナリズムが高揚する中ではこういうことの解決はできません。なるべくやはり日中の対局を考えてこの問題で煽ったり火をつけたりはしない方が、私は両国にとって
地域にとってもこれ大事ではないかなと思います。あともいくつか北朝鮮の問題は簡単に触れますけれども、北朝鮮の今後の数年間の要注意です。国内はかなり不安定し、第三、世襲体制の第三体制の金融物ですね、それが権力を完全に握るということは到底無理だという国内の研究者になっています。でしかし我々はまた見ないといけない別の角度です。北朝鮮が強いから今の強硬姿勢を取っているのではなく、弱いから外に弱みを見せたくない、むしろ攻めを持って守りとしているという姿勢を見抜いて冷静に対応していく必要があります。北朝鮮の GDP は韓国の40分の1、日本と中国の130分の1です。北は今はミサイルや核を作ってるよと、これを持って外の侵略を引き、そしてこれを外交の駆け引きの道具にしてです。我々ミサイル開発やめてほしい、いいよ、じゃあ凍結するから、お金ちょうだい、食料を自慢とちょうだい、で使い終わったらまた再開する、みんな反対反対、じゃあやめてみよう、ね、また取引しよう、こういうところを我々も実は見抜く必要なんです。北朝鮮がミサイルでも一発日本をもちろん韓国を含めて発射できれば大小瞬間自滅です。彼は守る力がないんです。攻め物を持って大きく、これはお前を叩く結構そこ強く、しかし次のこれは圧倒的に軍事力強いアメリカ韓国なんです。本当に改善したら北はもう崩壊ということです。ですから彼らはどこか強みを見せ、むしろあなたたちはなんか脅威だと思うのが向こうと思うツボです。それで脅威、ね、このと娘たちのじゃあ取引しよう、50万の脅威という話になります、ね、私たちは、まあ、こういうような状況の中でむしろ冷静にですね、この体制がこれからの激動もあり得る、で体制は悪いとしても北朝鮮の2000万人以上民衆が我々と同じ話し合いで、彼らが将来を考えて、対応していく、まあ、そのためには日中間協力、町の問題も私はそのような北のですね、朝鮮半島の構造的な変化の中で初めて最終的な解決があるので、今とにかく何を焦ると何をしようということはおそらく、まあ解決にはつながらないのかなと思います。こういう中で日中関係の将来、中国と向き合っていくかということですけれども、私は第一、日中関係がすでに我々の想像以上大きくなっている、切っても切れない関係、運命共同体になっているということを自覚する必要があると思います。日本と中国の貿易が二国間の貿易として世界最大規模です。さっきも言ったように日米、日本最大、今まで最大貿易国はアメリカ、それをはるかに超えます。でまた日中の貿易構造は香港というところを入れてみると、実は毎年日本から中国へ500億ドルの出張黒字になります。日本有利な構造になります。そして中国国内に進出する日本企業、約1000万人の中国人を雇用しています。また今中国ので作った安いものが日本に入ってきて、それがこの10年20年日本は収入の伸び悩む中で、日本の中間層の生活を実質的にその質の低下を防ぐ存在になるんです。中国は観光客が一番日本で物を買い、それが今歓迎されています。日本の大学に来ている留学生の6割、全世界の留学生の6割から7割は中国から来ています。こういうような関係の中で、一方互いに感情が悪化し好感度低下するというような状況なんですが、私はそれは主に4つの問題の側面というものだと思います。第一、
ストって書く。そこの部分は今後日中関係主要の解決の争点にはならないと思いますが、慎重に対応する必要があります。何といってもかつての戦争の被害者の遺族、その子孫、まだ1億人以上中にいます。かつての旧日本軍は中国東北部を中心に埋めた化学兵器毒ガス、いまだに処理されていないんです。大体月に一度の平均で中国東北部どこかで、かつて旧日本軍が埋めた毒ガスや爆弾が見つかり、そして緊急疎開して、それを処理しています。そういう意味では、中国にとってあの戦争は完全に過ぎ去った過去のことではなく、共産党が反日を煽っているというよりも、歴史のそういうところをですね、互いに気をつけて配慮するという姿勢があります。第2、今言った、性格などを含めた自然格的に隣同士であらないように避けられない。しかし我々はそれをマネージメント、これをですね、蓋をしてこれ以上両国関係を大きく影響しないようにすることはできます。私はその点では一種の出口論の発想が必要で、日中関係さらに大きくなっている中でその問題相対がですね、して、でそのうちに解決方法が見つかるという発想が必要だ。一方、日本とロシア、北方領土問題が常に入り口論で、これを解決しないように、日露関係できないようにという方針で、結局、いまだに日露関係は入り口にすら到達していません。まあ、これからですね、このような地政学、領土などの国民感情ですので、関わる問題には、まあ、そして多くそれ以上を拡大させないことが大事。一方、知的所有権、貿易摩擦などは関係の拡大に伴って生まれる問題で、これは発展的解消ができますし、我々は一つ一つ人種に対処して、しかしその乗り越えていく中で関係がさらに発展するという見方が必要ですね。日本とアメリカの関係の戦後、常に摩擦をしながら、日本から見ればまたアメリカからスーパーサンバルチ、何々円、高というところをですね、強要される、こういう対立が重なって、しかし30年、40年過ぎれば日米の経済、貿易関係、そう成熟したものになる。日中もこのような発展にですね、いろんな問題、一つ問題を見るだけでもう日中大変だというような個々の問題で全体を否定するというような発想は私は取らない方がいいと思います。何よりも日中の問題で私は一番大事なのは4番目の中国の台頭してきてですね、互いにアジアの大国としての付き合っていくということへの心理的な不適応、相互理解の決意という、つまり心理的な、日本の報道で皆さんは日本を真面目に毎日新聞やテレビを見て、これが中国だと思って、これが本当の中国だったら私の遠出国中国嫌いになります。しかし問題はこの報道が偏ったもので、真実見えてない。やはり日本人もっと中国に、中国人もっと日本に来れば本当の真実が見えてくると思います。観光だけでは真の理解、友人にまではならないんですけれども、しかし少なくとも中国から日本に来る観光客に対するアンケート調査が中国にあるんですが、日本に初めて来た人です、9割以上帰った後、日本に対するイメージ、考え方が変わったと思います。日本人は礼儀正しい、日本の環境はきれい、なのですね、自分がかつて持った日本のイメージと違う。おそらく皆さんも中国に行けば、こういう考え方も私はかなり変わってきてくるのではないかと思います。このようなスキンシップ、人的交流というのがこれから一番大事で、それを通じて相互理解を深めていく。その中で本当の信頼が生まれてくると思います。これからの日中関係ですね、ある
哲学として私がここで提案したのは、中国側は日本社会改築理念、不安感に誠実に応え、日本の良さを客観的に評価し、同時に自分の中国自身社会の民主化に取り組み、理解され、分かりやすい、信頼される国を目指すべき。一方、日本は個々の問題だけ全体にとって変わるのではなく、中国の大きな流れ、メガトレンドを見極め、そして、アメリカ、韓国などのようなですね、それだから外交をもうちょっと見習って、ね、米中でバランスを取り、中国との交流の中で、主張をし、そして互いに妥協をするというような外交をですね、ことをやるべきではないかなと思います。最後ですけれども、こういう中で国家間関係を決めるのが民間公募です。静岡県の中国との地方、幅広く交流をされていると聞きますけれども、こういう交流の中で、私も26年間の日本にツクツクと感じているのが、理解といっても、現地に行ってさっと見てすぐ理解するものではないんですね。事前に相手の文化をもっと勉強しているんですよ。まあ、そこでは私は文化の通訳という表現を使っています。例えば、日中が互いに漢字を使っているので、この漢字を使うと当然こういいだろうと思ったら、日本で理解するこの漢字と中国で理解する違うとズレが出てきます。特に発想で。例えば、日中でお礼の言い方。日本に来て、私は昨日、こちらで、誰かが友人から頼まれて中国からの手紙をですね、読めないから翻訳してくれないか、いいよ、私は3枚翻訳して、返した。そしたら、翌日、静岡社、あるいはレインが、レインボーを持ってきて、まあ、気持ちだけということで持ってくるわけですね。これは日本的なやり取りで、お礼の仕方で、私はそこにのぼりを感じます。それは日本についてある程度理解があってからです。では、中国では、私は昨日こういうことをした。あなたは今日、リンゴ3つ、静岡茶、一箱持ってきたら、何だと思うんです。私はせっかくあなたと仲良くしていくために、頼まれて昨日はそれをやったんです。仲良くするから。そのために、それに関してあなたは、リンゴ3つを持ってきている。表現しようとする。すぐ返そうということは、中国ではもう気持ちを持ってすぐ返してきて、まあ、これ以上の関係の友情を望んでないと理解されるんです。中国で最大のお礼の言い方は、ここまでお世話になったんですから、お礼を言いません。これが中国の最高のお礼の言い方です。簡単に何かしててすぐ返すというのは中国の文化です。でも、お礼というのはみんな当たり前じゃないかと思うと、実はそこにも微妙に違うということですね。これからの日中交流で、もっと民間交流、そして同時に中国にもっと日本文化を理解し、まあ、静岡でもできればもっと中国の文化のところを紹介する、付き合い方を紹介するというところね、そういうところの努力も終わってですね、このような草木で民間の本当の相互理解、友情関係を持って、国のいろんなエゴを制限し、一部の人の挑発に乗らないように、我々ですね、このような信頼関係を作っていくというのが、一番大事な仕事で、私の今日の話でですね、もしそのような理解に少し役立つことがあれば、非常に幸いに